眠らないと白髪が増える。実は成長ホルモンの元になる物質というのがあるんですね。成長ホルモンをしっかり出したいと思ったら、こんにちは、マインドフルヘルスの山下明子です。今日は眠らないと白髪が増えるという話をしていきたいと思っています。マインドフルヘルスでは眠れない、痩せない、疲れやすいといったお悩みを解決するお手伝いをしております。今日のテーマ、白髪なんですけども、なんで眠れないと白髪が増えるんでしょうか？実はこれは成長ホルモンが関係してるんです。今日の内容では、成長ホルモンとはという話と、成長ホルモンと髪の毛の関係、そして3つ目、どのぐらい寝たら成長ホルモンが出るのか、4つ目は、さらにこれもやると効果的という流れでお話ししていきたいと思っていますので、最後までご覧ください。まず1つ目、成長ホルモンとは。成長ホルモンって小さい頃に出て体の成長を促すホルモンとして有名なんですけども、実はこれ大人でもしっかり出てるんですね。成長ホルモンが何をしているかというと、実は骨や筋肉など体のタンパク質を作るのに役立っています。この成長ホルモン、実は夜中に出てるんですね。これはご存知の方も多いと思います。寝る子は育つって言いますので、しっかり寝たら体も成長するっていうのは皆さん知ってますよね。で、大人の場合は寝ると肌がツヤツヤして髪の毛もツヤツヤして白髪も減る、まあ、そういう流れになってるんですね。ですので、成長ホルモンというのは大人になるために子供にどんどん出てるだけのホルモンではなく、大人になってから体の骨や筋肉、そして髪の毛、皮膚の維持などに役立つホルモンなんです。では、この成長ホルモンがなぜこの髪の白髪に関係するのかというところなんですけど、成長ホルモンは寝てる間に分泌されて、髪の根っこにある毛母細胞というところにホルモンを送り込みます。なので、この毛母細胞が元気がなくなってしまうと、髪に黒いツヤを与えることができなくなってしまって、白髪が増えるというわけなんですね。夜中にしっかり寝ておかないと、成長ホルモンが出ませんので、この毛母細胞に栄養が行き渡らず、白髪になってしまうということなんです。では、どのぐらい眠ったら成長ホルモンがしっかり出るのかというところなんですけども、成長ホルモンは眠りに入って30分ぐらい経ったら徐々に増え始めます。そして眠り始めてから3時間ぐらいの間出続けると言われています。なので、よくですね、睡眠のゴールデンタイムは夜10時から深夜2時までだというふうに言われることがあるんですけども、それはまあ10時ぐらいに寝始めて、そこから成長ホルモンが出て出終わるぐらいの時間を一般的に指してるんですね。でも実際には明け方に寝始めても30分ぐらいしたら成長ホルモンが出始めて、3時間ぐらい出続けるということが分かっていますので、成長ホルモンに関して言えば、何時に寝なければ成長ホルモンが出ませんとか、夜中じゃなきゃ出ませんということはありません。でも3時間だけ眠れば成長ホルモンが出るのかと言われたら、そうでもないんです。成長ホルモンが出始めるまで30分かかりますので、それだけでも3時間半かかりますね。そこからピークに達するまでの時間も大事なんですね。さらに、みんなこう眠ったと思ってるんだけども、寝始めから本当の脳が眠ってる状態になるまでっていうのはちょっとタイムラグがあるんです。皆さんウェアラブルデバイス使ってる方いらっしゃるかと思いますが、そういったデバイスで睡眠の質などを計測することもできます。私が使ってるウェアラブルデバイスはフィットビットなんですが、フィットビットでは睡眠の質が分かります。浅い睡眠、深い睡眠が分かれて表示されるんですね。それ見てみると、お布団に入った時間と睡眠が始まる時間ってすごくズレがあるんですね。これは私だけでなく、こういったデバイス使っている方、多くの方が言われます。ちゃんと脳の睡眠が始まるまで30分とか40分かかっていることも少なくありません。というわけで、成長ホルモンをしっかり出したいと思ったら5時間ぐらいの睡眠を確保するべきなんですね。睡眠不足の状態が長く続くと、肌やこの髪の毛への栄養が十分に行き渡らず、だんだんと髪の毛もバサバサっとなっていったり、そして白髪が増えていくということになってしまいます。では、さらにこれもやると効果的というポイントをお伝えしたいと思います。しっかり寝ることで成長ホルモンが作られるんですが、実は成長ホルモンの元になる物質というのがあるんですね。それを取らなければ、せっかく眠っても成長ホルモンを作ることができないです。実は、タンパク質、そしてビタミン B 群、亜鉛、この3つが結構大事なので、しっかりと取っていきましょう。いかがだったでしょうか？睡眠と白髪の関係についてお伝えしました。睡眠と白髪の関係は成長ホルモンが鍵となっています。成長ホルモンをしっかり出すと、髪の毛の毛母細胞に栄養が行き渡るようになり、黒々とした髪の毛を作り出しやすくなります。しっかりと成長ホルモンを出すためには5時間は寝ましょう。そして成長ホルモンをしっかり出すために、タンパク質やビタミン B 群、そして亜鉛なども取っていきましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。評価ボタンも押していただけるとさらに嬉しいです。ありがとうございました。